本来であればですね、きちんと当選をして皆さんにご恩返しをしたかったんでありますが、どうしてもですね、叶わないことになってしまいました。まあ、私としてはできる限りこの復興完成期を目指したいという思いがあったものですから、今までの5期の中で前回は一番働かせていただいたと思っております。そしてこれからですね、まさに完成期を目指すということで、いろいろ仕組んだことを全部成し遂げて、少しでもまたこの福島の復興とできれば活力ある福島に、そしてできれば子どもたちの未来の夢が描けるような福島を作っていきたかったんでありますが、本当にですね、私ども力不足のために皆さんにはですね、多くの方々にご理解得るにはなりませんでした。本当に皆さんにはですね、心からお詫びを申し上げたいと思います。申し訳ありませんでした。福島議員という仲間に入れられて、みんなから言われたことは事実であります。で、ちょっとでもやってませんと言っても言い訳にしか聞こえなかったと言われたときは非常に残念ですね。だからこれは何としても私の手の届かないところで、そういう形で残念ながら離れていった人たちがいたのかもしれません。ここはもう私どもどうしようもなかったというのは事実です。